門から流れるロックが弾き飛ばすサドネス。軽快なリズムに反比例してる。今日という一日、不意に蘇る記憶は悲しい言葉かりじゃない。投げやりになることに酔っちゃう前にここから逃げ出そう。泣いたっていいじゃない。雨音に紛れて叫ぶのさ。足踏みした迷路の中、ロンリネス。夢に逃げるようにボリュームを上げて、白い靴を汚した。何のためにかけたのだろう。大事なものは見えぬメガネ。我先に急ぐ足、ゴールはどこだ。きっともっと先の場所。泣いたって
今週も始まりましたクラブパルヘジアです。はい、私アジアンタムの高橋明日香と中田麻子が多彩なゲストを、お迎えして笑顔をハンドメイドしようという番組です。はい、素敵な歌はもちろんたくさん楽しいコーナーご用意しておりますのでゆっくり楽しんでいってください。はい、ではまずですね、この2人の仲が悪い感じがすごく映像拾いづらくて、なんだって交互にやろうって言い出したから追えないよって言ったのにね。そうなのに、そうそう、はい、あの一人でやってんだからね。テレビ局はカメラごとに一人がついてるから、はい、そのじゃあスイッチアウトのカメラだからそれに近いこともするけど、まあそのうち、ね、性能良くなりますって、まあ、頑張りましょうね。はい、はいはい、じゃあ我々 の紹介させていただきたいと思います。まずアジアンタムボーカル高橋明日香です。よろしくお願いします。こっちです。はい、そして私ピアノコーラス中田麻子です。よろしくお願いします。それでは本日のゲストさんをご紹介させていただきたいと思います。はい、女優としても活動中のシンガーソングライターの岡田茜さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじゃあ、自己紹介お願いします。あ、はい、ギター弾き語りのシンガーソングライター岡田茜です。よろしく。よろしくお願いします。なんてお呼びしたらいいでしょうか。何でも、何でも、何て呼ばれてますか。どうしよう、あーちゃんとかですかね。全然、何にもないよね。そういえば何て呼ばれてるの。なんか、まあ、あかねさんだからあーちゃんとかですかね。なんかおじさんとか、おばあちゃんとか最近思う。じゃあ、今日はどうですかね。さすがにちょっと NG はおじさんとか呼べない。おばあちゃんだよ。おば、じゃあ、あの、あかねちゃんで。あ、あかねちゃんで。落ち着きます。落ち着きました。はい。じゃあ、まず早速ですけど、1曲歌っていただいてもらえますか。もう今ここで歌うんですね。はい。書いてらっしゃるからね。私歌うのね。そうなんですよ。はい、はい、はあ、何歌、何歌うんでしたっけ。じゃあそのテンパってる間に、はい、ではここでですね、はい、番組のテーマ、今日のテーマですね、ご紹介させていただきたいと思うんですけれども、はい、今日は文化の日ということでおすすめの博物館、美術館を教えてください。はい、ね、なかなか知らないけどね。なかなか知らないけど、1箇所ぐらいしか出てこないけどね。そうね、そうです、うん、であの皆様よろしければソーシャルストリーム、はい、タイムラインへの書き込みの方よろしくお願いします。はい、今ねこうやってあの、はい、見えてますんで皆さんがね書いてくださってるの、うん、みんなこんばんは。はい、こんばんは。はしょっちゃった。うん、あのじゃあちょっとサクッと言っていいですかね。はい、どうぞ。と番組のプレゼント紹介させていただきたいんですけれども、たくさんございます。まずパルヘジアステッカー、はい、はい、パルヘジアステッカーよ。その前にあのあれじゃない、あのワードを言ったか、あの抽選で当たるプレゼントだから、うんうんうん、何でしょう。そう、あのこれからね、はい、後でね、あの、はい、とあるキーワードをあの発表しますので、はい、それをツイッターに書き込んで、あ、そうだね、ハッシュタグを、はい、ハッシュタグつけて、はい、キーワードを書き込んでいただいた方の中から抽選で1名様に当たるプレゼントがありまして、それを今から、はい、そうですね、発表します。はい、どうぞ。まずパルヘジアステッカー、はい、ステッカー、はい、じゃん。そしてトゥルーカラーズのアルバムスプリット CD、はい、アルバムボリューム2ですね、うん、スプリット CD の若林美希さん、鈴音さん、鈴木ゆりえさんのサイン入り特製ステッカーですね、はい、とあとトゥルーカラーズのアルバムボリューム1、はい、でスプリット CD、はい、そして浜崎えりかさんのサイン入り CD、はい、はい、CD ステッカーですね。あ、サイン入り写真、あ、ごめん、写真、うん、写真、はい、ステッカー。そして松沢春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、はい、はい、そして宴さん提供インチキマンションのお笑い CD、はい、はい、そして番組コーナーで使用したスケッチブックの紙と、あと番組終了後の集合写真のサイン入り、はい、こちらをあのプレゼントすべ、はい、て1名様にそうということで、盛りだくさんです、盛りだくさんでございますので、はい、ぜひぜひあの後でね、はい、このスタッフのてるちゃんが考えてくれるでしょう、うん、キーワードを、センスの良いキーワードを、はい、クーン。そして誕生日のあれだね、はい、それから、はい、なんかなんかすごい書き込みあるんだけど大丈夫なんですか。ちょっと、ね、あ、書き込みましょうか。読める、読める、はいはい、読める。えっ、ー、と
え、あ、こんばんは、こんばんは。あ、あさぽん、あすぽん、岡田様こんばんは。酔っ払いでいいですよ。ちょいちょい、そのあとその次、その次、そのもうちょっと後で、あかねちゃんをゲストに呼ぶなんて勇気ある番組ですね。あかね様にはアルコールを与えないようにしてください。飲みます。飲みたい、ね、一応それあれなんだよ、もう今日はライブなしで飲みましょうよ。とりあえず歌ってくれるかな。はい、それで、はい、それでですね、毎月、第1火曜日はですね、各月のお誕生日を迎える方をお祝いするコーナーが後ほど後半にございますので、今月お誕生日のお客様やリスナーの皆様、そしてアーティストの方々とか情報がありましたら、ぜひこちらのツイッターやフェイスブック、ソーシャルストリームに書き込んでいただけましたら、後で全員の名前を呼んでお祝いさせていただきます。はいはい、はい、あの、うん、うちの母親のルミ子が、うん、15日にお誕生日ですか。お誕生日なので、あ、めでたい、ルミ子一番目に呼んであげてください。ルミ子、うちのお父さんと弟もです。あ、本当に。お父さん、なんていう名前？マサト。マサトさん、はい、マサトさん。弟はマオです。マオ、じゃあちょっとそこはね、全部書いといてもらって、はい、後で言わせていただきますので、はい、お願いします。はい、はい、それではじゃあ、あかねちゃん、よろしくお願いします。はい、それでは聞いてください。うわ、入ってない。マイク入ってない。入ってない。あ、入った。お、それでは聞いてください。今年の8月に出したばっかりの新曲です。キャンディーデイズ。いつも楽して生きていたいの、可愛いものだけに囲まれて、赤青緑色とりどりのフルーツキャンディー頬張るの、ちっちゃなかけら青空にかざすと、どんな悩みも消えてゆくよ。キャンディーデイズ、甘い香り広がって、笑顔がほらねこぼれるでしょ。キャンディーが、いつも夜眠る前に読んでくれた素敵なお話、綺麗なあのお姫様のようになれると信じていたの。あの日見てた夢とは違うけど、どんな日々でも宝物だよ。キャンディーデイズ、甘い香り広がって、新しい世界見せてくれる。キャンディーデイズ、
がとうございます。さあ、はい、はい、すいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、そんなわけで、うん、岡田あかねちゃんの、はい、活動を始めたきっかけとか聞いてもいいですか。はあ、そんな話をするのですか。はい、はあ、もともと、帰ってからもいい、ノンベーシンガーまで帰ってこれでいいんじゃないか。あ、まあ、これでいいです。これでこれ大丈夫です。大丈夫、完全にできました。できました、はい、完成しました。あ、なんかもともと私、ちっちゃい頃からずっとまあ、ミュージカルとかやりたくって、でなんか高校2年の時に全国ツアーのミュージカルに受かってしまって、で実家から一人で出てきたんですよ、東京に。でそこからずっと東京で事務所に入ってタレント活動をしたりとかしていて、で、まあ、一回ミュージカルはなんか二十歳前ぐらいの時に辞めて、でそこからずっと映像のお仕事とか、まあ、CM のちょっとした役とかそういうのをやらせてもらってて、ほんで、まあ、長いな、これ。だって今日もうゲストやっ、はい、あ、そっか、いいのか。あ、分かった。あ、よかった。それで、で、なんか、まあ、番組で、その、ミュージカル学校の寮にいた時のお友達と再会して、それでなんか、その時にユニットを組んで、なんか、せっかくだったら CD 出しましょうっていう話になって、それで CD を出して、その時に、あさこさんと対バンしてるんですよね。そうなんですよ、実は。そのユニット時代に赤なぎ、そう、私たちがとっても下手くそなギターを歌ってた時に、あさこさんは素晴らしいギターで、でその時に相方のなぎって子が誕生日で、あさこさんがハッピーバースデートゥーユーってあさこさんの歌を降りてきて、はい、凪の前で歌ってくれたんですよ、確か。そう、ちょっとね、段差がすごいあったんですよ。そう、段差がすごい、結構1メートル以上あってギターも降りたよ、どうするのとか思ったら、凪の前で歌ってくれて、うん、それがもうあれいつですかね、もう7年、6、7年前ですよね。そうなんですよ、すごい。でそこからもうユニットを解散して、でそこは私一人でソロで歌を歌い始めて、っていうのがなんかきっかけと今までのあらすじ、あらすじ、すごいですね。じゃあ7年前から知ってらっしゃるってことは、もう私よりもすごいね、知ってる歴が長い。知ってる歴が、もうミュージカル見に行ったことあるよ。うん、そうですよね、あさこさん来てくれたりして、ね、そう、猫夏ね、そう、素敵、ね、懐かしい、にゃー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 って言ってました。にゃー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 って全部にゃー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 って歌ってて、そうだ、懐かしい、そうなんですよ。ソロになってからも何回か、そう、何回か、ね、うん、あと、なんだっけ、大阪で、あ、大阪で路上ライブもしたんですよね。すごい、そうそう、ね、そう、なんかたまたま小川えりちゃんと、うん、なんか、あさこさんがやって、はい、二人でやるっていうのを見て、すいません、私は大阪にいるんですけど、どうか混ぜてもらえませんかってなんか、そう、突然そう、それが急遽混ぜていただきまして、すごいでね、3組でやりましたね。あさこさんもよく大阪行ってらっしゃいますもんね。そうですね。ね、でもここ最近ですよ。あ、本当？あ、そうなんだ。そう、ユニットやってた頃は全然そんな行ったことなくて。あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあちょっとまたぜひ一緒に大阪で。あ、こちらこそ。また東京でもぜひ。こちらこそ。あ、よろしくお願いします。私初めまして。そうですね。初めましてなんです。初めまして。仲良くしてください。お名前はよく聞いております。じゃあもう少しちょっと深く掘り下げて、はい、深く掘り下げるんですか、はい、もうこれ以上ペラペラなんですけどどうしよう、ね、はい、今のご自分を構成する三大要素、構成する三大要素、書いていただいても全部大丈夫です。今書いても分かりました。なんかもう一個書いてありそうな感じするけどなんか見えてるけども、なんとなく一個は、ね、はい、あと二個頑張って書いてもらえたらいい。三大要素書いてる、そう、種類とかじゃないよ。え、嘘だ。え、いいよいいよ。それでもいいよいいよ。行きましょう。それで行きましょう。行きましょう。うん。まあみんな分かってらっしゃる。もう今日来てくださってるね、うん、お客さんもきっと分かってらっしゃる。三大要素って三種類か。
三大要素、はい、1個入れます。3つ書くんですよね。そう、あお金や金を構成している三大要素、はいはいはい、いきます、はい、じゃん。日本酒とビールと紅茶です。紅茶は意外だった。紅茶意外でしたけど、全部飲み物なんですね。あ、そっか、食べ物もある。あれ、そう、え、だって体を作るって言ったら食べ物だから、え、そういう質問じゃない。あれ、大丈夫、そんな気もします。そんな気もします。日本酒の割合はどれくらいなんですか。日本酒は意外と最近少なくて、うん、3割ぐらい。3割ぐらいですか。なるほど。ビールは、ビールは4割ぐらい。ああ、残りの紅茶は3割。3割。あれ7、3、そうですね、合ってるよね。あ、よかった。あ、よかった。じゃあ7割はじゃあお酒でできてる。7割ですね。なるほどね。はい、紅茶は歌う時にいつも飲んでて、だから紅茶かなっていう。で、ライブの前日は飲まないようにしてるので、こんくらいの割合かなっていうので。あ、明日ライブはないか。明日ライブないんですよ。当たっちゃった。もしかしたら、ずっと見つめてたら、そこの冷蔵庫からなんか出るかも。もしかしたらなんか出るかもしれない。なんか出てくる。うん、放送中に。もう喋らずにずっと。あ、許可が、あ、そうか、正面の人のね、許可が出ないとダメみたいな。あれ、水だったら大丈夫だよね。水割り？いや、違う、水だったら大丈夫だよね。水？水？水？水って色がないじゃん。あ、透明、うん、透明な液体だったら大丈夫。大丈夫ですね。あ、なるほど。そういうこと、ね、あ、なるほど、あるかもしれない。でも、この後私2曲歌うんですよね。で、歌ってから…え、もう歌わなくていいんじゃないですか。え、ダメって想像に2曲だ。嘘、ダメ。あ、もう想像に今歌ってくるよ。もう今歌ってきていいでしょ。今歌ってきていいでしょ、みんな。あ、別に構わないですよ。だから、うん、違うんですよ。もう1曲でいいでしょ。一曲だけ歌おう。ダメ、嘘、ダメ。ダメなの？せっかくね、楽しみにしてるじゃない。嘘。お客さん、ね、いいよ、大丈夫、うん、無料だしとか言ってる。それは合ってる。ダメです。音楽番組だね。あ、音楽番組。そっか、音楽番組だった。そういえば、教えてます。じゃあ、歌ってもらえます。歌ってもらいましょうか。じゃあ、歌い終わったら存分に飲んでいただいて、はい、大丈夫ですね。はい。そういう感じでいいの？そういう感じでいいんじゃないですか、自由で。はい、自由で。え、いいんですか？私ちょっと違うんです。構成を知らないので。大丈夫ですか？全然大丈夫ですか？マジで？それがアジアンタムの番組ですか？大丈夫。よかった。うん、じゃあ乱入しても良いですか？乱入？乱入？そこら辺に乱入してもいいですか？だってそういう曲だもん。あ、なるほど。じゃあ、構え。今日ワイヤレスじゃないけど大丈夫？大丈夫です。ちょっと伸びますよね。はい。うん、こう、みんな映って大丈夫？なるほど。え、映りたくない人は顔こうやっといて。こうやってじゃあ。今日もパタイプで。じゃあ、よろしい。はい、それでは、聞いてください。岡田茜。伸びます。伸びます。ということで、乾杯しよう。いくよ、せーの、このタイミングです。せーの、雨が上がった夜空に綺麗な月が浮かんだら、どうしようもなく会いたくて思わず電話をかけるんだ。もしもし今何してんの、もういいえ、だってもったいない、いつものあのお店までちょっと出ておいでよ。こんな風に君のことずっと誘いたかったんだよ。おつまみは後にして、とりあえずグラスを持ったら、いくよ、せーの、乾杯しよう。乾杯
愛しよう。君と過ごせるこの時間に乾杯しよう、乾杯しよう。宴の始まりだ。さあ乾杯しよう。せーの、せーの。くだらない情報だけど君が笑ってくれることがどうしようもなく嬉しくてついついお酒が進むんだ。君はまだまだいけるよね、もっと飲んじゃっていいんじゃない。酔いつぶれちゃってもいいよ、僕がついてるから。たまにはね、酔った勢いも必要だって言うからさ、少しだけ近づいてみよう。君は受け入れてくれるかい。せーの、乾杯しよう、乾杯しよう。君と過ごせるこの時間に乾杯しよう、乾杯しよう。夜はまだこれからだ。乾杯、せーの、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 せーの。ちょっと飲みすぎた、ちょっとフラフラだ、ちょっとむしろ君にクラクラだ。ちょっと本気だよ、ちょっと信じてよ、笑ってはぐらかさないで。本当はね、君のことずっと前から大好きだったんだ。いくよ、乾杯しよう、乾杯しよう。君と出会えたこの奇跡に乾杯しよう、乾杯しよう。今日はもう返さないぜ、飲むよ。乾杯しよう、乾杯しよう。君と過ごせるこの時間に乾杯しよう、乾杯しよう。終わらないこの夜に二人のこれからに、さあいつまでも乾杯しよう。いくよ、せーの、もう一度せーの。じゃあ最後一番大きくていくよ、せーの、乾杯。ありがとうございます。ありがとう、乾杯しよう聞いていただきました。え、私これもう一曲歌わないといけない感じですか？みんな歌、え、歌ってほしい、歌わなくてもいいと思う人、あ、いない、あ、いなかった、いなかった、さすがに歌ってって感じですか？よし、じゃああと1曲でお酒が飲める。待って、ちょっと待って、あ、違うよ、と言った方は12月23日にお誕生日のワンマンライブがありますので、ぜひ遊びに来てください。そっちの絵はいらんねん、そっちの絵はいらんねん、ということで。仕込みじゃないです、仕込みじゃないですよ。どうしよう、笑い合ってでも歌おうかな。また会えるよって君が言った。
私だったら平気だよ。それなりに忙しいし、夕焼けがこんなに綺麗だから、どうあがいたってお別れは来ちゃうんだから、手をつないで刀並べていられる今くらいは、せーの、笑い合っていようよ、楽しい話で笑い合っていようよ、世界中で一番素敵な笑顔ください。ありがとう。二人のかけが背伸びして、少しずつ少しずつ消えてく、さようならって言葉はまた君を好きになる魔法の言葉、こうしてる時が何より幸せだから、手をつないで刀並べてこれからも入れるように、はい、笑い合っていようよ、お腹抱えちゃうほど笑い合っていようよ、涙を誘うような悲しい歌はいらない。こうしてる時が何より幸せだから、手をつないで刀並べてこれからも入れるように、笑い合っていようよ、楽しい話で笑い合っていようよ、世界中で一番楽しいお酒を、透明の水を、透明の水、透明の液体をいただこうと思います。ありがとうございました。岡田茜でした。いいよよ、ありがとう。カメラの前の皆さんも一緒に、せーの、ありがとうございました。はい、終わった、終わった。はい、ありがとうございました。はい、というわけで来ちゃったよ、はい、おー、来ちゃいました。透明のお水ですから、お水が来ました。透明のお水ですから、はい。あれ、お二人は飲まれないんですか。あのライブがありますね。そうか、そうでした、はい、音楽番組でした、はい、ということでですね、どうぞ、はい、乾杯しよう、はい、乾杯、はい、
はい、いただきます。お水ですかね。お水ですね。お水です。はい、というわけで、何種類か美味しいお水ある。何種類か美味しいお水がある。ちょっとじゃあ聞き水的なね。あ、ね、番組あるから、ね。あ、そうですそうです。あ、そうでした。失礼しました。はい。ということで、はい、プレゼント用ハッシュタグは今夜くらいなんだっけ、はい。お酒と一緒でもいいよね。というキーワードをね、はい、あのどしどし皆さん書いて、はい、ツイートしてください。そうですね。はい。はい。というわけで、はい、我々のコーナーですね。一応ね、うちらも、ね、はい、3大要素書いたんだけどね。はい、あ、どうぞ。え、書いた、言っとく。一応ね、先に、はい、中田朝子も一応は、じゃあ3大要素なんだろうと。はい、それ聞きたい、はい、聞きたい、うん、あ、本当に、はい、じゃあいきますわ。私の3大、私を構成している3大要素はこちら、はい、愛情、優しさ、義理人情。わあ、そういうことだったんですね。私はこれでしかできてない。でもそれさ、すごい、めっちゃいいこと書いてある。めっちゃいいこと書いてある。表してるかな。的確ですよね。うん、的確な、そういうか、そう、はい、精神的なものなの話、物理的なものなの話じゃなかった。あ、でもいいんですよ、いいんです。はい、それはね、自分の、そ, あのそれぞれのね、自分の思い込みだから。そう、思い込みですから。そっか、思い込みです。思い込みでこれが出てくる、これが出てくる。そうね。えらい違いになってしまいました。はい、では私、はい、カフェオレ椎茸義理人情。途中まで井上の系途中まで私と一緒な感じです。同じような感じで、ね、しいたけの料理って言わないからさ、しいたけだってなんかね、申し訳ないからいいですか、言ってよかった。しいたけが好きなんですか。しいたけ大好きです。忘れてた、あの、ね、何をされててもしいたけが好きです。もう何をされてても、あの煮物とかね、あ、煮てもそうそうそう焼いても、はい、美味しいですね。しいたけのオムレツとか美味しい。オムレツ？へえ、食べたことないかも。食べたことない。うん、私そんな好きじゃないんで。ああ、美味しいだけ。あまり同調できないんです。そ、私大好きです。うん、美味しいですよね。うち、あ、そうだ、おばあちゃんの妹、うん、ちょっと遠いんですけど、うん、おばあちゃんの妹の親戚の人が、はい、椎茸栽培をしてる椎茸会社なんですよ。椎茸会社。椎茸会社っていうの、なんていうの、椎茸販売をしてるんでしょ。それ何県で？三重県です。滋賀の隣で、で、あの、八千っていうとこ、八千のおばちゃんって呼んでるんですけど、はい、八千のおばちゃんから毎年椎茸こんなのが届くんですよ。生のめっちゃ美味しいやつが届く、はい、すごい。今度お母さんに送ってって言っときます。お母に送ってって頼んだけど。お願いします。はい、はい、でここであの我々の企画コーナーをやりたいと思うんですけれども、はい、まず一つ目、心理テストコーナー。おはい、ということでね、はい、じゃあ、うん、せっかくなんでね、心理テスト怖いな。怖いよー。そう、あのね、はい、怖いよ、うわ、すごいね。いや、朝会、これなんて読むんですか。朝会でしょ。菊水の辛口。あ、もう完全にお水じゃないですか。の中に入ってる透明のお水、ね、液体お水です。透明の液体だね。はい、うん、はい、ということでじゃあ、うん、あのフリップがあると思うので、あの、まあ、答えをね、あ、書いていただきたいと思います。先に書いてね、はい、あ、あの問題出すんでね。あ、了解です。しますので、はい、はい、で、じゃあまず朝ポンから、はい、うん、じゃあせっかくなんで、あのご覧の皆様も一緒にやっていただけたらいい、ね、ドキドキということでいきます。椎茸どうしようかな、映るかな、ちょっとちっちゃいんだけど、うん、そうだよ、顔の横で、はい、無料で行けるツアー券が当たりました、うん、次の5つのうち好きなツアーを選べるとしたらどこへ行きますか、ってことで5択です。はい、うん、A、 カジノ付き豪華客船世界一周クルーズ、うん、B、 マサイ族が案内ジャングルツアーC、 宇宙の旅D、朝から晩まで食べ放題の旅、 E、 スフィンクスの上で天体観測エジプトツアー。それ飲み放題じゃないんですね。飲みでもいいよ。飲みでもいいんじゃないですか。でもいいんですか。食べ放題飲み放題ってことにします。食べ飲み放題でいいですか。でもまあそこまで多分違う。食べ放題だとは思います。もう一回言いましょうか、はい、A はカジノ付き豪華客船世界一周、はい、クルーズ船ですね、うん、B がマサイ族が案内ジャングルツアー、
C は宇宙の旅、 D は朝から晩まで飲み放題食べ放題の旅E はスフィンクスの上で天体観測エジプトツアーということで、はい、はい、この中から一つ選んでいただきましょうか。書いたらいい、書いた方がいいかな。これはお客さんも参加して、お客さんもぜひぜひ参加していただいて、あの答えを決めておいていただけたら出しといた方がいい。ちょっと待って、どれか、あ、誰か分かんない。でも私これ一択だな。うん、一択、うん、それじゃあでっかく書いて、あ、あとなんか絵描いてて、うん、一択でしょこれ。うん、1個しか選べないんですよ、もちろん。はい、あれ字が分かんなくなっちゃった。はい、せっかくなんでね、あの、ツイッター等々ご覧の皆さんも書いていいですよ。はい、はい、もうちょっと待ちましょう。あと待ちます、みんな考えてるかもしれない。ああ、うん、みんな書いてくれてる、うん、なるほどね、書き込みしてほしい。そうそうそう、なかなか、うん、いけなさそうなのもありますよね。うん、そうだね、そう、なんかすごい選択肢多い感じするけど5個なんだね。5個で、あ、ごめん、なんか字がね、細かいからさ字がねでかくなっちゃうんですよ、うん、私ね、はい、そうそう、はい、じゃあそろそろいいかな。決まりました。はい、うん、はい、じゃあまずはじゃあ、うん、あかねちゃんの、はい、答え、私の答えはこれです、はい、でしょうね。でしょうね。D ってなんだっけ？飲み放題付きなら、食べ放題、飲み放題、朝から晩まで。飲み放題付きじゃないなら A もいいなと思いました。なるほど、はい。でも D なんですよね。飲み放題付きなら D。それはギャンブルも好きってこと？いや、なんか世界一周クルーズがいいなと思って。あ、クルーズがカジノじゃなくてクルーズ、カジノに興味はないです。カジノがついてる、まあ、そうそう、まあ、でカジノはやるやらないは自由なの で、ね、見てればいいから。うんうんうん、そうそう、クルーズね、はい、クルーズがいいなと。あそこは、じゃあ私、はい、宇宙。お、宇宙、あー、宇宙ね、うん、これ一択だったな、私。そうなんだね。なかなか行けないし、行けてもね、お金がすごいかかるし、でも、無料でね、行けるっていうことだから無料で行ける、なるほど。ちなみにお客さん、A の人を応じて、B の人、うん、C の人、D の人、うん、E の人、うん、あー、いい、なるほど、うん、スフィンクスね、スフィンクス、あー、天体観測ね。結果は、うん、じゃ結果、お伝えしましょうか、うん、どこから行こうか。じゃあ、うん、答えてるやつから行きます。あ、じゃあ答えてないやつから言った方がいいじゃないですか。あ、そうですか。答え、うん、答え、どうですか。え、どうなんだろう。でもなんか、まあ、別に、別に、うん、あ、じゃあ順番に行きましょう。順番に、うん、はい、じゃあいきますよ。 A を選んだあなた、はい、 A は何だっけ、カジノ付き豪華客船を選んだあなたは、うんうん、自信家に見えて実は小心者、おー、ちょっとしたことで落ち込んでしまうタイプ、お、後のことを考えずに言ってしまったりやってしまったりして後からどうしようと悩んでいるのでは、もっと自分を信じてあげるといいかも、ということでございました。わかるわかる、わかります。ちょっと近かったね、飲み放題じゃなかったですね。そうそうそう、わかるわかる、はい、そして B を選んだ方は、うん、明るくてさっぱりした性格、行動力もあり、問題解決能力も高めで器用なタイプ、単純なので人前でも泣いてしまったりして周りが驚くことも、うん、正義感が強く他人のトラブルに首を突っ込んでしまい巻き込まれたりする可能性もあるので注意、へえ、ジャングルだから、ね、ジャングルの最速ね、マサイ族ね。C 気になる、宇宙の旅、宇宙の旅、はい、C はチャレンジ精神が旺盛、はあはあ、新しいもの好きなタイプ、うん、経験を次に生かすことができる能力がある、自信たっぷりだが常識があり人の前ではそんな素振りはあまり見せない、やりたいことに集中しすぎてしまい一匹狼になることもあり、はあ、どうですか、当たってるかもしれない。でもすごい、はい、めっちゃいいこと書いてあった、いいこと書いてあった、めっちゃいいこと書いてあった。そうですね、あ、D、 あ、 D、 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 はい、うん、D を選んだあなたは
明るくて賑やかなところが大好き、派手好きタイプ、新しいものや異性に出会うたびにラッキーと思える素直な性格、少々秋っぽいのがたまに傷努力をし続けたり継続することが苦手、初心を忘れないことが大切。はい、そうします。でも明るいもんね。明るいですか？明るいですね。明るいですか？あ、本当に良かった。そう、はい、そしてじゃあ最後はエジプトツアーなんだ、あなたは、うん、物事を冷静に見る計算高いタイプ、人目を引く行動であったり、人を押しのけて優位に立つなどが苦手で、基本的に優しい、いつもおっとりしていたり温和に見える人だが、こうと決めたら固くなに譲らなかったりして、人を驚かせることもある。うん、ということでございましたよ。合ってました？当たってますね。当たってる、当たってるかもね、うん、みんな結構でも A の人が多かったから、 A の人はみんな自信家に見えて、絶対昇進者の昇進者がいっぱいいた。そう、私も A でした。あ、本当、はい、あ、 A だったんだ。でもやっぱ私もだって飲み放題付きじゃなかったら A なんだみたいな。そこ押すね。押しますね。そうなんですよ。そうね、皆さんはどうでした？どうでしたかね。うんうん、そう、はい、じゃあ2問目いってもいいでしょうか。いきましょう。はい、2問目、2問目ありますよ。うん、はい、じゃあサンマの塩焼きのどの部分から食べますか。うん、A 頭の方、 B 尻尾の方、 C お腹から、真ん中からね、 D あっちこっちつっついて。難しいな。どれでしょう、考えてね。私、サンマちょっと苦手なんですよ。じゃあ、まあ、なんかの塩焼きでいいんですか。魚の塩焼きでいいです。どっから魚食べるかな。焼ける魚だったら何も大丈夫。ピキアールとして、まあ一匹あるとして、はい、どっから食べるかな。背中はお腹のうちに入ります？背中、まあ、真ん中、位置的には真ん中、真ん中か前か、お腹のうちに入る、まあ、あちこちかみたいな。あ、そうそうそう、頭か、真ん中はもう全部、背中からでもお腹からという、まあ、まあ、手でいいですか？手で、はい、OK、です。真ん中という手で。得体の知らない気持ち悪い生き物が出てますけど、ちょっと色が失敗したかな、ちょっと。あ、色がな、書いてくれてる。じゃあ、すっちゃったかな。 A、頭の方から食べる方。ああ、じゃあ B の尻尾の方から。あ、ないですね。 C のお腹から食べる方。やっぱり真ん中が、うん、じゃあ D のあちこちつついて、うんうん、じゃあ大丈夫でしょうか。なんか書いてくれてる。なんかリアル。本当だ、気持ち悪いな。気持ち悪いな。いやいやいや、私はなかなか、はい、じゃあ出していただきましょうかね。はい、どうぞ。はい、 C お腹から、お腹、うん、お腹、なるほど。じゃあ朝ぽんは、あ、深海魚か、それ。違うよ、これこれサンマですよ。怖いよね、うん、なんか気持ち悪い。サンマですよ。じゃあ朝ぽんは、私はね、 B ですけどね。 B、 はい、あちこちね、私あちこちつつく。え、これなんかこういう箸置きありそうです。確かにありそう、こういう箸置き。そうですね、はい、はい、じゃあの結果をちょっと A から言っていきたいと思います。はい、まず頭の方から答えた方、はい、はい、欲しいものは無理してでも手に入れようとするタイプ。はい、浪費家というよりは計画を立てて高いものを買おうとする傾向にあると。はい、そして次、なかったけど B の尻尾の方から食べる方。買い物をするときは慎重でじっくり考えてから決断するタイプ。ケチではありますが賢く出費をするという方ですね。で、一番多かったのは C のお腹から。これね、私もなんですけど、あの衝動買いタイプ。お金のことは気にせずに使っていく傾向がある、ね。わかるな、はい。そして朝ぼんね、はい、あちこちつつく方。残念ながらお金の管理ができずに浪費してる。残念だ。でもちょっと当たってるね。はい、当たってるね。意外と当たるんです。朝ぼんさん意外だ。できないんですよね。うん、意
ないといつの間にかなくなってたりとか、なんかどっから出てきたりとかするの、うん、なんかカバンの中とか、はいはいはい、そうそう、意外、佐子さんの意外な一面を知れた、はい、というわけで心理テストコーナーでした、うん、はい、はい、じゃあこの絵を誰かにプレゼントみたいな感じで、そうですね、誰かが、ね、全部ね、はい、プレゼント1名さんに当たりますから、はい、サインをね、後で書いてもらって、これにより却下されるかもしれない、これだけはいりませんみたいな、サンマに限らず、青魚全部だもん、ああ、大体ちょっと、ちょっと苦手です、サバとか、味、ああ、味がダメなんですか、味が、なんか、血合いの、血合いの味が苦手なんですよ、ちょっと。でも光り物とかが好きな人って、血合いが美味しいっていうじゃないですか。で、私は血合い抜きの白身のところだったら食べれるんですけど、そんな食べ方するのは食べるなよって思われるから食べないんです。そこ食べろよって思われちゃうので、じゃあ食べないっていう、あんまり食べないですね。なるほど、まあ、出たら食べますけど、まあ、自分で好んで選ばない感じかなっていう、はい、まあそんな全然オチもない話すいませんじゃあ2つ目の企画コーナー、はい、あ、はいはい、まだまだあるんですよ、はい、はい、じゃあいきますね、なんだ、粘土、粘土もう私ね、美術には自信があるんですよ、はい、そうなんだ、本当ですか、え、これで、ね、本当に本当にあのちょっと、うん、人とちょっとテイストが違うだけで、女性的な、ね、そうなんです、そうなんです、はい、自信あります、どうしましょう、今日のテーマ、テーマ、ね、なんだ、何のテーマで作りますか、何がいいですかね、11月何しましょう、11月のテーマ、先月はね、うん、ハロウィンがテーマだったんですよ、あ、なるほどね、うん、ね、あの広々と書いたんですけど、酒の魚、ああ、酒の魚を粘土で作るんですよ、ね、私塩辛があればいいんですけど、なんか結構黒いのができそうな、ちょっともうちょっとなんか可愛いのもにしましょうよ、もうちょっとなんか酒の魚せめて可愛いのがいいですかね、うん、何作ろうか、何作ろうか、何作りましょうかね、例えばじゃあ1個のテーマでそれぞれのこう個性が出るとか、うん、例えばじゃ あ分かった、じゃあほらもうちょっと寒いじゃん、はい、となんかふわふわのものとか、ふわふわのもの、なるほどね、あったかみがあるものとか、そうそうそう、でちょっと抽象的なものが抽象的ですね、あそれなんかいろいろできそうですね、そうですね、ふわふわなものね、ふわふわでもなんかちょっとあったかい感じの、あったかみがあるものですね、そうそうそう、難しいな、それを粘土で表現するんですね、粘土なんてカチカチになるのにね、温みがあるもの、で、思い浮かべたものを作る、なるほど、わかりました、ということで、ではじゃあ粘土はどこに、粘土はね、あるんですよ、はい、どこにあるんですか、どこにあるんでしょうか、あそこですね、あこにそこにあるんだ、こちらにあるんで、全部持ってきちゃいましょうか、ふわふわなもの、あれ、これもあるんですか、あ、そう、粘土台もあるんで、はい、お酒飲みつつでいいんで、はい、じゃあね、じゃ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 、あ、違うかな、音楽なんだっけ、作る時のてれれてて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 、あ、そうか、ダメです、結構楽しんだな、選ぶ曲が、はい、色がね、いろいろあるのですよ、だから選んでいただいて、これじゃんけんして取り合いしましょうよ、え仲良く、色指定されたら面白いじゃないですかこの色しか作れないみたいな、ああ、なるほどね、ありますかね、ふわふわなもの、いろいろ全然ふわふわなもの知らないんですよね、何知らない、綿菓子ぐらいしか思いつかない、綿菓子なんか、あ、いやこんなに色があるな、なんか庭とか作れそうなんですよ、ちょっと、うん、作りたいものを作ってもらって、何でしょう、あったかみがあるもの、結構難しいですけど、難しい、抽象的だな、抽象ピアノとかにしましょうよって、ピアノあったか、抽象的なお題だけど、それで思い浮かべたものを自分で、うん、なるほど、白だな、とりあえず白ですよね、白っぽい、あ、でもな、ありがとうございます、
あ、ありがとう。ありがとうございます。いただいて。ちょっと待って、全く思い浮かばない。どうしよう。なかなかね、アーティストが粘土をこねてる姿は見ることはないと思うんで。アーティストだから、芸術家です。そうそう、あ、そうですね。うん、あ、そうですね。そうです。さあ、どうしようかな。自信ありますよね。自信ある。どうしようかな。これなんか 手でこういう風にやったらいいのかな。ああ。ってこと？うん。なんかめちゃめちゃしちゃう。あ、やばい、あ、やばい、あ、やばい、あ、やばいことになった。あ、やばいことになった。間違えた、間違えた。でも大丈夫なのか。大丈夫です。水に濡らしたらいけるとか言うから、ちょっと心配しちゃいました。これあんま手が汚れない粘土のはずなので。え、そうなんだ。もうしっかり汚れてしまいました。あ、なんかこれ硬くなってる、どうしよう。開いてると硬くなってるんだ。そうそう、だから。あー、なるほど。じゃあ、新品の蓋を。ちょっと難しいですね。あ、じゃあ私決めた。決めたけど作れないな、ちょっと。私もなんか作れないんだよね、私苦手だからさ。あ、ちょっとネチャネチャさせた方がいいかもしれない。これ2取ったことあるんですよ。じゃないとね、乾いてすぐ割れてきちゃう。あー、そうですね、逆に。めちゃめちゃぐらいの方が後が上がる。そっか。どうしようかな。立たない。あ、なんかベチャってした。ベチャってしたけど、あ、なんか嫌な感じこれ。嫌な感じだね。どうしようかな。どうやってつくんだろうあれ。茶色？あ、なんか。あ、茶色が。大丈夫かな。ちょっと待ってよ。手が手がめちゃめちゃベチャってした。え、どうしよう、待って、あ、じゃあ、あ、やばい、あ、ね、やばい、あ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 、やばい、水溜まり、水溜まり、水溜まりができた、やばい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 、これ何これ。ちょっともうね、おしぼりで、あの、拭いていただいて。これ、これやばいな、ちょっと待って。え、そんなどころじゃない。そんな水つけなくてよかったんじゃない。え、なんかでもこれめっちゃね、ポロポロしちゃって。ちょっと待ってよ、ポロポロするよ。え、ちょっと、もうなんか何も作れない、どうしよう。え、どうしよう。粘土もプレゼントって聞かれてますが、粘土もプレゼントですよ。あの、固形物は送れないので、会場の方に。あ、会場の方に。だって粘土は会場の方。よかったね。え、でも固まれば別にプレゼントしちゃってもいいんじゃないですか。ちょっと、あ、でもほら固形物が当たらない。カスカスになっちゃうな。固まるのもちょっと大変だ。あ、そうなんだ。え、どうしよう、何も浮かばない、どうしよう、どうしよう。うち浮かんでんのに作れないんだけど。私浮かぶ浮かばないの前に、あの、大変。あれ、なんかすごい、あれ全部、うち全然まだ綺麗なんですけど。ちょっと待って、ちょっとうちまだ丸めてしかいないんだけど、どうしよう。丸めて形が作れないよ。あ、でも分かってきたぞ。どうしようかな。分かってきたんだけど、それを作るまでにすごい、なんかねちゃねちゃする。これでいいんじゃないかな、私。それでいいの。あ、分かった、分かった。それで完成。え、完成してないですか。完成じゃないですよね。嘘。え、それなんですか。あ、言わない方がいい。ちょっと。なんですか。え、だってこれで完成ってないよね。これか。え、何が。これね、水族館で見たんですよ、この前。本当に。あ、じゃあ、まあ言わなくてもいいですけどね。後で最後。あ、なんかおはぎみたいなの。え、待って、やばい、やばい、おはぎになった。きな粉が混じった。おはぎ、あ、おはぎも柔らかい。おはぎ入れとこ。おはぎはふわふわしてるものなんですか。あ、どうしようかな。きな粉が乗ってたらふわふわしてるじゃないですか。きな粉は乗ってたらふわふわ。あ、もうパサパサしてる。いいこと言ってくれてありがとうございます。思い浮かんだ。あ、思い浮かんだ。あれだね、なんかあの、このお店の中には音楽が流れてないからすごい静かですね。あ、なるほどね。アスカちゃんさ、この人の書き込みがあるんで、ちょっと読んでみて。はい、虫でか、すっきょう。アスカさんのネイルが台無し。そうだよ。そうだよ。違う。え、会場に行かなくてよかった。こらーこらー。その前、粘土のプレゼント、その前出来上がったものは、出来上がったものがこちらですって言って別のところから完全に出すのはダメですよ。3分クッキングみたいに。じゃあちょっと違うのも作ろう。ちょっとこれだけじゃ、ちょっともうなんか、ちょ、手が。これちなみに下手だった人罰ゲームとかなんですか。え、それはね、まあ、あの、ないですよ。あ、ないの。まあ、あってもいいですよ。
だってそれ困っちゃうよ。でもなんか大丈夫大丈夫、私今からすごいの作りますから。リーダーシップがなりそうな予感するから、ね、まあ、それ私今からものすごいいいやつ作りますから。いいやつ本当ですか。難しいな。なんかすごいねじゃねじゃしてきちゃった。どうしよう。もう私今回はちっちゃいです、はい、あ、そうなんだ。もうちっちゃい、あの大きいのがねむしろ作れない。あのねじゃねじゃもうなんかちょっと待って、それどころじゃない。あれ仕上がったって。ってかなんか、うん、なんか作り出してんだけど大丈夫。あ、そう、あの追加で、うん、あ、追加だ、追加、はい、すごい。どうしよう、ちょっと待って、これめっちゃびちゃびちゃ。なんかお尻足りなくなっちゃった。お尻、お尻。あ、これ、あ、こういうのなんかつけていけばいいのか。白で作ればよかった。あ、もうやばいやばい、本当にやばいんだけどね。朝も助けて。やばい、本当めちゃめちゃしてる。やばいな。待って待って、何も作れないよ。ちょっと待って。あ、うちなんかこれちょっと残念な感じ。え、なんか汚いかも。どうしよう。ちょっと。一人笑ってすんぎ笑って。めっちゃ笑ってる。めっちゃ笑ってる。めっちゃ楽しんでる。ちょっと待って。でも待って、本当にこれぐらいしか作れない。ノーってすごい笑い方だな。新しい笑い方。新しい。でもなんかさ、これしか作れないんです本当に。ちょっと汚ね。めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってるよ。汚い。なんか耳がもっと長くならないと。でも体がもっと長くならないとそれなんてこない。どうしよう、ここちょっとキュッとすれば、キュッとすげえ、なんかうち秋っぽいのかな。飽きちゃった、飽きちゃった、うん、できたよ、できた、早いね、どうしよう、うち、ちょっと作りたいものは見つかっているのに近づかないんだけど、なんかこれ困るよな。どうしよう、これ全然得体知れないですね。うん、そう、そうなん、どうしよう、私すごい雑かも。待って、もうちょっと力入れた方がいいかな。あ、でも顔を作れば、顔そういう感じ、もうなんか、うん、ちょっと待って、違うんだよな。いや、私絶対これいけてる気がするな。ちょっと待って、目つければいいんだな。目、あ、もうベタベタベタ。これなんか罰ゲームがあるの？ないです。黒、あ、茶色目が欲しい。茶色が欲しい。茶色やばいっすよ。バキバキだよ。茶色やばいっすよ。怖いの。言っとき、茶色でおはぎ作りました。あ、そうなの。茶色でおはぎになっちゃいましたから。茶色。これやんながいい。これじゃない方がいい。待って、どうしよう。ぜひともあかねさんの罰ゲームが見たい。やめて。あ、もうなんかダメだ。これでいいや。お餅が楽なんじゃない？あ、これ難しいな。プレゼントでもらうお客さん罰ゲームだよねって言ってた。違うよ。なんでよね。お家に飾ってもらいますから。え、これも乾けば乾くんだよね、ちょっとね、ベチャベチャしてるけど。そうですよね、乾けば。ベチャベチャしてないけど今だってベチャベチャしてるよ私。すごい、ちょっとなんかもうちょっとなんかリアルな感じで作りたいんだな。もっとなんか、うん、あ、尻尾取れた。足が太すぎて、なんかダメだ。これはいいや。あ、待った、この上にちょっとひな。私もうできたんだけど。そう。本当。なんか早いね、うん。どうしようかな。うちでもこれできたと言えないな。でもなんかよくわかんない。難しい。来たね。なんかに作ってるものはなんかあかねちゃんと似てるんだけどな。私も完璧ですよ。ほら。上手。え、待って、私や。え、何それ。うんちじゃないですか。違う違う。じゃもうこれしか作れなかったと思う。めちゃめちゃで。あ、それなら勝てるかもしれない。なんで？これにこぐじゃない。待って待って。あの、じゃあちゃんとちゃんと作ってる。それなら勝てそうだ。ちょうだい、ちゃんと、ちょうだい。じゃあ、待って、ダメ！待って、ちょうだい。まともに作る、まともに作る。え、何をまた、どれを作るの？大丈夫なやつ。どれ？あの、粘土が大丈夫なやつ。これ開いてない。シャー、開いてないやつ来た。負ける気がしない。負ける。じゃあ、あと3分で。あと3分で。3分で終わりですよ。終わりました。はい。あ、ちでもな、これ、3分でって言った割に何だか分かってもらえない気がする。
うん、確かにそれ何かわかんない私のわかりますもん、絶対これそう、ね、うまい。どうしよう、でもしょうがないよね、これがセンスだ、ね、うん、センスだ、これ難しいな。あ、わかった、これ、あ、これカチカチだ、もうちょっと冷たいんだけど、あ、これでいいか、あれ、尻尾が開いてないやつない、黄色、うん、黄色開いてる、開いてないやつない、え、これだけか、マジか白あるよ、白、あ、白は、ありがとうございます。いや、もうこ、もう私そんな3分もあったらなんか森、森作れます、森、森作れます、目が取れた、おはぎもできたし、やっぱ、これなんだろう、なんだろう、なんて言ったら分かってもらえるんだ。もっと足を伸ばせばいい。うん。でも足伸ばしたらな。あ、目がなくなってる、目がどこ行った、あ、あと何分、何秒くらいか、あと3分、え、伸びた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 よ、もういいかな、もういいんじゃん、そう、うん、もういいよ、うん、はい、終わり、はい、終わり、え、いいよ、なんだそれじゃない、大丈夫です、大丈夫、大丈夫、もう一個なんかデッカめのやつ作ってるの、デッカめのもう一個言わない、この人もう一個もう一個デッカめのやつ作っちゃう、同じやつのデッカめ、今度なんかこっちのやつで、ね、こうやってこっちのはこっちで、こっちのはこっちでみたいな、これない方がいいかも、これでいいや、これ確かはい、はい、できました、はい、できました、うん、誰かな、じゃあ朝ポンから、え、と言いたい知れないんですけど、これも入れた方がいいそれも入れない方がいいと思う茶色いのが、どうぞ、はい、私はな色も分かんないし、何それ、あったかそうな、水色はね、アルパカ、ああ、顔なしみたいな顔してる顔なしのお面みたいな顔してる、目がついてるじゃん、でなんか真ん中になんかトサカっぽかった気がする、なんかさ、首から上切られたみたいになってますよカットされた断面図みたいになってるちょっと痩せたの、痩せたここ一緒って 断面図ですよ、これ首の見て、みんなそう思って見て、ほらここ断面図になってるよ、え、ここがちょっとスッとしてるんだよ、スッとしてる、ちょっと、あ、太ったんだ太った、ちょっとアルパカのメスの方、なんだっけ、オスかメスか、なんか違いそうでしょ、はい、はい、じゃあ、赤ちゃん、はい、じゃあ私一番の自信作から出していきますね、これ最後、これはこれなんか水族館で見たことあるんですよ、これ何ですか、なんかニョロニョロ、どこに、ニョロニョロ、水族館の中、水族館で穴からこうやって出てくる穴子みたいな、え、それがふわふわしてるんですか、なんか可愛かったんですよ、でもそれはなんだかわかる、これはなんだかわかる、これわかるでしょ、ちゃんと目もついてるし、ニョロニョロってわからないけれども、え、それが目なんですか、わかりますって、これとこれ、え、それその茶色いちょっと汚いのこれとこれが目ですよ、これとこれ目ですよ、わかりやすい、素晴らしい作品です、これ絶対水族館でみんな見てるはず、本当ですか、うん、いますか、そんなこれあとこれおはぎと、おはぎね、おはぎでしょ、うん、こうきな粉がふわふわしてますからね、と、あとこれ一番の自信作、それはね、はい、うまいですよ、もうふわふわでございます、ね、うん、でもこれも加味しないと、この中よく分かんないニョロニョロ、で木もつけときましたから、あ、すごい、爽やかな、ほらどうですか、え、でも この私の可愛いワールド、こっちが最初に作ったこっち先に作ったんですねいや、これはもうすごいいい世界ですよ、おはぎもあり、うん、木もありね、素晴らしい、ほら
コラじゃあお家に飾れますか時間もなかったし、はい、そう、はい、ちょっと待って、いやでもさっきできたって言ってから結構時間があったまあまあまあ、まあ、いいですよ、はい、じゃあ、はい、まずまともな方から1個目、はい、雪だるま、ほら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 、あのその色がね同じっぽいからそういう風に見えないかもしれないですけど、ほらね、雪だるまに帽子とマフラー、あーなるほどね、こういう風に見た、そう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 、もうてっきり私はなんか大きいあれを作ってる、違います違いますよ、もう一個がね、もう一個はもう一個いきますよ、完全にもう一個はちょっとね、そっちがそっちがそう思ったできなかったんだけど、あのきなこ餅、完全にこれちょこれ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 並べてくださいよ、これ完全にこうでしょ、あ、そうか、あ、あ、そうだ、あれあれどこに、帽子を壊してしまう、乗せといてもらう、はい、だから、はい、これをこうするでしょこれこうするでしょで、それはこれをそれ排泄できました、できました、はい、完成、ひどい、ひどいね、つぶれちゃった、ひどいね、いやでもぴったりでしょ、やだ、完全にそんなつもりじゃなかったんだけど、なんか前回が前回うまかったよね、すごいんだよ、一番うまくって、そ う, そ, うそうなんです、あのすごい凝ったやつができて、そうだ、ね、嘘だ、ね、本当に本当に嘘でしょ、前回もう絶対信じられないだから前回との差が激しすぎて、落差がそう、落差がすごいな、いやだからこれを私が作ってるのを見て、これ作ってくれたんですよで、これ朝子さんが作ってるのを見てこれを作ってくれたんです2個ね、ちゃんと生き物がよりリアルに見えるように、なるほどね、ちゃんとね、生きてますという証をね、作ってくれたということで、じゃあこれ罰ゲームだらけ決めてもらうんですか、罰ゲームないです、本当ですか、罰ゲームはないです、ちょっと今日はどうですか、そうです、いいんですか、大丈夫です、え、罰ゲームって何するの、何します、罰ゲームはね、ないですよ、罰ゲームはやっぱ一発ギャグとかの、一発ゲームですか、それだって岡田さんあかねちゃんのこれひどいでしょ、いやいや私のこれを作ったあなたのが絶対ひどいでしょと考えても、ひどいよ、やだよ、会いたくないよこれはまだ決定でしょ、罰ゲーム、罰ゲーム決定ですか、うん、決定です、決定ですか、イエーイ、しょうがないなどっちにしようかな、じゃあいいですか、放送禁止って言われて、いいじゃあ、いきます一瞬ね、一瞬、はい、はい、ロバ、はい、ありがとうございますどうする、それ YouTube で静止、なんでよ、じゃあ静止画の最初のトップページがその顔だったやだよ、衝撃すぎる、ありえるやだやだやだ、最初のね、はい、最初のあの開始ボタンのところの顔がそれだったらどうしよう選べない、まあ、そういうことで、はい、ロバとお茶してみよう、はい、はい、ということで、はい、楽しみました、はい、お客さんにね、持って帰ってもらう、これをね、会場のお客さんおはぎ持って帰ってもらう、まとめて、はい、あの持って帰りたいものがあればってことで、あのまとめて、はい、じゃんけんで負けた人、負けた人が持って帰るの嘘だ、完全に罰ゲームやないですか、そんなの原因じゃないの罰ゲームっぽい、処分しないといけない、家に飾らないといけないというシステム、飾ってツイートする、あ、飾ってツイートするけど、あ、これは罰ゲームでも次の瞬間ゴミ箱に取ってぽいみたいな、ひどい、まあそうなるでしょうねでしょうね、でしょうね、はい、というわけでじゃあ、はい、あかねちゃんは歌い終わってしまったので、まあ、飲んでていただいていいんで、意外と押してないんで、そうだから、あ、本当、はい、え、じゃあもう一回ぐらい粘土作る、なんか違うので、本当、あ、でも、あ、じゃあ違うと、うん、じゃあなんかとりあえず歌います、あ、二人、うん、歌います、だって全然あと2曲いけちゃうし、うん、でしょ、粘土やりましょうよ、あとあのバースデーの方来ないね、あ、そう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 、誕生日、うちのお父さんと、そう、あの日付も書いてほしいな、うん、あ、そうですね、そう、11月、うん、11月生まれの方がいらっしゃったら10日と12日、そう、お祝いするので、うん、そうだね、会場行かなくてよかったいや面白いですよね、会場、じゃんけんしたくなる、あ、そういうことね
終電ですよ。電車、電車の時間。ね、あの日付とね、うん、添えてちょっと書いていただいて。これ、これで美味しい。うん、作りますか？でももう一個どうするんですか？でも、私もいいよ。手がもうベチャベチャになっちゃう。そうだよね。じゃあなんか違うゲームします？なんか違うゲームありますか？なんかさ、さっき結構画伯っぷりを発見してたから。あー、ええー、ね、絵心で。いや、もう絵心めっちゃありますから。私ほんと、もうめちゃくちゃ自信あります。違う意味でなんですか？違う、あの、ちょっと普通の人と、はい、あのジャンルが違う、うん、あの現実的な絵を描くのが得意なんですよ、うん、じゃあ、なんかお題をさ、あの、言っていただいて、お題じゃあお客さんからも。あ、じゃあお客さんから言っていただいて、どうぞ。なんかあります？教師、思いついたものでいいですよ。んみんな困っちゃう。みんな小心者だから。小心者と前に出ない人だったから。じゃあ、ロバの絵から。ロバ、ロバ、ロバの顔、ロバと馬の違いが分からない。アルパカじゃないからね、ロバ。ロバと馬の違いが分からない。ロバってどんな？さっき見た。あれ、ロバじゃなかったっけ？ロバです。いや、ロバはあれだよ、なんかさ、うん、馬よりちょっとちっちゃいやつ。小さみたいな。そう、あの、巻き場を、巻き場をみたいなニュアンス。巻き場を。え、わかんない。私の認識が間違ってなければ。でもこうかな。ロバ、首どうなってる？うん、でも多分こんな感じ。体どうなってる？首長いのかな。いや、そういう感じじゃない気がするな。あれ、ブレーメンに出てくるのはロバだっけ？あー、そうです、そうです、そうです。ブレーメンの音楽隊、そうだ。そうそうそう、そのニュアンス。ニュアンス。あ、これだ、これだ。ほら、巻き場は一応馬ですって来てるよ。あれ。巻き棒みたいな雰囲気です。自画像描いてくれって言ってきて。私、人の顔描くのめっちゃうまいですよ。いや、だから自画像も描いてほしいって。ちょっとこう、普通の人とちょっとジャンルが違うの。すごい、ちょ、待って、すごい、待って、すごいリアル。タッチが確かに、なんかその美術タッチがやだ。じゃあ、だから私本当に画伯なんですって。あ、そういう意味の画伯。そうそう、ちょっとちゃんと描けるんですよ。もっとね、本物がいればすっごい上手に描けるんですけど、もう一回描こうかな。いまいちよくわからないので。二重になっちゃったから。やばい、宇宙人描いてる人がいる。宇宙人じゃないよ、それ。みんな大体こういう幼稚園児がいる。幼稚園児と、幼稚園児と宇宙人がいる。みんな大体こういうイメージ。いや、こっちだな。はい。はい。はい。行きますよ。じゃあ、あかねちゃんから。行きますよ。はい。じゃーん。そう、うまい。すごいね。そうそう、なんか、リアル。リアル。ほら、うまいでしょ？すごい、すごい。そうです、うん、はい、美術タッチ。さっきの魚タッチと同じ。さっきの魚何だったの？魚は、いやいや、分かった。ケムクジャのしか描けないんだよ。経験は得意です。けなるほど。経験は得意です。ツルツルのお題出せばよかった。ツルツル、ツルツル難しいですね。じゃあ私先行っていい？私が先。私先行こう。じゃあ一緒に行く。あ、ダメ、結構ね。いや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 、こっちの方がアニメタッチ。いやいやいや、アニメタッチ。いやー、どっちも、いやー、もうどっちもこれはね、やばい。私いきますよ。ダン。
かわいいでしょ。なんでそんな短足なの。いやいや、なんかこういうイメージ。アニメタッチにしたらね。あれ尻尾なの。巻き棒しか考えつけない。巻き棒は尻尾ない。気持ち悪い。気持ち悪くない。気持ち悪い生き物な。巻き棒みたいな。爪楊枝刺さってる感じ。なんか日本人あ、ちょっとこうなってる感じ。じゃあ朝坊は。いや私はもうこう、この全然え、もう得体が知れない、本当に本当に得体が知れない。あのちゃんと尻尾あるし、なんか馬っぽいっていうか。え、なんでそのちょっとストローが出てますけど。これは鼻。あ、鼻なの。鼻の筋が見えてる。ストロー吸われてる。鼻だから。鼻なのね。そうそう。ちょっと若干胴長くなったけど、足も長いイメージを出したくて、すごいちょっと美脚にしたんで。その足の生えてるし、いずれも不思議なとこ。うん、なんかお尻出すぎてる。それ絶対お尻出てなってる。それ絶対歩けないよ。いや、なんとか歩けるよ。それさ、絶対人間入ってそうだよね。入ってるよ、確かにね。そういうなんかね、あのショーありそう。どっこいどっこいですか。まあそうだね。いや、なんか上手すぎてちょっとびっくりしちゃった。ケケじゃないやつで、なんかケケケケはもう任せください。だから自画像。自画像、じゃあ自分の顔。自画像ね。あ、じゃあ分かった。あかねちゃんを描く。ああ、うん、あかねちゃんを描きましょう。じゃあかねちゃんは自分の。そうそうそう、私自分。あかねちゃん描きましょう。自分が一番難しいんですよね。ちょっとこの鏡みたいな。こっち向いて、こっち向いて。リアルな感じで描くの、こうやって。本気で描こう。背景がめちゃくちゃうまくできた。背景が肝心の顔が。最近姉さん島韓国のタッチに似てきた。確かに。何？あさこちゃんの絵はお盆にナスビに割り箸刺してある。そんなことないですよ。違う。すごいな、これ。ちょっと途中から見なくなっちゃった。よし、池田。
行けましたよ。眉毛は髪で隠れてます。そうなんだ、顔赤いな私今朝子さんの顔見て自分の顔見てびっくりしたあれ顔赤い。透明な液体を飲んでますかね。はい、かけたさあ、いきますか。おあ、すごい長くない？あそこさっきお盆になすびお盆のなすび書いてた人が多分そんなに時間かけても大して変わんないと思うんですけど、いやいや本気で書いてるからマジで同じ本気で書いてるなんか、うん、うん、超頑張って、超イケてるよ。イケてる？本当ですか？うん、うん、なんかその辺、いけました？島川箱に似てきた。いや、これね、いい勝負。え、島さんと？島さんとじゃない、あかねちゃんといい勝負。え、本当？うん、嘘でしょ？そういうタッチで書いただけじゃないの？え？違くて。いや、いい勝負だよ。いただきます。うちもね、うん、あの、画伯タッチで書いた。あ、そう、うん。じゃあ、え、でもなんかそういう風に書いたら誰でもうまく見えないそんなことないですよそんなことないんですってば。じゃあ、まあ、はい、じゃあみんなで一斉のせいでいきます。一斉のせいでいく、一斉のせいでいきましょうか。一斉のせいでいきましょうか。いや、一人一人出してほしいな、これちょっと。いや、うち超自信作だから。あ、じゃあいいよ。じゃあ先にあかねちゃんどうぞ。私のうん、え、なんでそんな普通のリアクション。うまいんだ。そうね、うまいからなんかね、よし、ほら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 、で、ね、つってみんな見たか。いきますよ、せーの、さん。怖い、なんかいやそういうなんかタッチで描いた。そういうタッチで描いた。なんかお化けっぽい。お化けじゃないよ。え、そういう顔してるよ。じゃあ私、あさこさんにはこう見えてる。じゃあ私言っていいですか？うん、私はあの正面がちょっと見れなかったので横から見たタッチ。そしてね、でもいいや。いきます。せーの、ドン。横から見たら奥にアサポンが映ってる。見える。あさこちゃんちっちゃすぎじゃない？私から見たあさこさんちっちゃすぎじゃない？レゴみたいになってるけど、レゴブロックみたいになってる。これが私から見た遠くにこうでした。そっかすごく真剣ですね、面白いやん。いやというわけで、そろそろ後半のライブに行きますか。行きますか。はい、はい、じゃあ行きますか。行きますか。はい、いや、でさ、うん、あれは出たのかな、誕生日。誕生日ね。そうだ、なんかね、来ないね。誕生日来ないね。誕生日、もう流れでそこまで行っちゃって、うん、そうですね。11月お誕生日の人いますかね。あ、朝ぽん似てるって言ってる。ほら、うん、ほら、アサポンに似てるじゃなくて、アサポンが似てる。アサポンが描いた私が似てる。どうなんだろうね。あ、そういうことかな。そういうことかもしれない。ね、うん、11月誕生日の方ないのかな。ね、あ、じゃあ今回私がさ、こうパネルこうやってやったけど、そうね。うん、じゃあ私引くんでね。うん、この間はね、あのサポートさんがいたんで。あ、そうなの。じゃあ私はこのライブしてる2人を。もうね、それも描くんだね。描いておきますよ、画伯として。あさこさんのこの横顔を。あ、ごめん。Thank you.
はい、というわけで、あ、書いてくれた。あ、日付はいいの？はい、はい、ということで、では11月生まれの、はい、皆様に送る、はい、ハッピーバースデーという曲をお送りします、はい。星野さん、獅子倉真奈美さん、はい、で18日小寺理恵さん、かっこ小木理香さん、はい、20日マリナさん、おお21日中田あさこ、イエイそして21日同じく福沢まりえさん、はい、26日山本マットさん、27日、おかきくさん、はい、以上かな、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで、はい、じゃあさっきね、雪だるまらしきものを作ったので、はい、バイバイスノーマン。外広がる白い絨毯、初雪に心躍らせて、マフラーにコートかじかむ指先、キュッと握りしめた冬めく景色。
年最初の雪だるま冷たいほっぺた肉ついてはしゃく私のことも濡れる明日もきっとこんな風に寄り添うのスノーに見つめるおどけた顔と雪景色広がるアスファルトマフラーに帽子つけてあげなきゃなそっと寒くないように冬めく書きました。あら、あら、あら、あら。え？おお、なんか。あ、すごい。すごい結構アップで書いて。アップで書いていただいて。全体像を書いてるのかと思ったら。ね、違います。あら、あら。あれ映ってない？ステージが。映ってない。ステージが映っております。浅香さん。私、なんかすごいですね。うん。うん、書いたびっくりしたなんか全体図でね、うん、そうやってなんか全体のパッてこうシルエットで書いてるのかと思ったらあすごい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 イエーイ素晴らしい、じゃあ人とか生き物は得意、うん、あでも魚もいや魚も生き物実写的な映画は得意なんですよ、ねうん、あでも見て書いてるからあ、そうそうそう、見て書いてるのが得意なんです、はい、見ないで書くやつかね、はいうん、見ないで書くやつかねはい、それでは改めて活動紹介やお知らせ、はい、そろそろ終わりの時間が近づいてきますので、もう、あっという間、今何時なの今9時45分あー、そんな時間なんだめっちゃ普通に 、うん、聞いて書いてなんか普通に楽しんでました。縁も竹縄ですね。はい、
じゃあ、あかねちゃん、何か告知とか。はい、あ、はい、もう何よりも何よりも大事なライブがあります。はい、12月23日、お誕生日、当日の、あ、書いてない。うん、お誕生日当日の。フライヤーはない。あ、ある。いいこと言ってくれました。はい。ちっちゃいな。あ、でもでかくない。12月23日お誕生日当日の、ワンマンライブを4年前に、うん、3年前、4年前、4年前に。やらせていただいた赤坂グラフィティさんでやらせていただくことになりました。イエーイ。それでボリューム2なの？ボリューム2です。8月にワンマンやったんですけど、今年はね、あの大きなワンマンを2回やりたいというのを去年の誕生日のワンマンの時に言ってしまったので今年は2回やろうかなということで、その第2回目が12月23日お誕生日当日に決定いたしました。お昼です。地方の人も来て日帰りで帰れるよというシステムとなっておりますので、うん、ぜひぜひ赤坂グラフィティ遊びに来てください。あと30枚ぐらいで完売です。ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、イエイ、ありがとうございます。はい、それではアジアンタムからもお知らせをさせていただきたいと思います。はい、はい、ライブ告知、11月11日水曜日恵比寿天窓スイッチにて、はい、歌わせていただきます。そして11月19日この日は立川アレアレアという場所なんですけれども、これがあのフリーライブとなっておりますので、観覧無料ですので、よかったら遊びに来ていただけたらと思います。はい、はい、で11月最後が11月29日日曜日ララガーデン川口、こちらもフリーライブとなっておりますので、よかったらお立ち寄りください。よろしくお願いします。じゃあ、あさこ、はい、はい、私は中田あさこのソロライブをお知らせ、うん、今週は土日に2本、フリーライブが入っております。7日が立川の昭和記念公園、そして8日が町田のターミナルプラザというところで歌わせていただきます。どちらもお昼のライブとなっております。そして私11月21日築地のタイムドーム明石というプラネタリウムの中で中田あさこ活動10周年とバースデーを兼ねたレコ発春夏秋冬インプラネタリウムというイベントをお昼に開催いたします。こちらですね、あのプラネタリウムなので、あのちゃんと星空の中で歌わせていただきまして、サポート陣もいろいろいます。いろいろおります。いろいろいます。はい、そしてこの日にレコ発なんですけど、あの中田さんがボーカルを務める新プロジェクトということで、私が作ってない曲を初めて CD 化するということで、うん、作曲は島雄介さん、作詞とアレンジが佐藤和真くん、ギタリストの子ですね、2人によるプロデュースで、ユニットで、出させていただきます。ロックです。ロックな感じになってますので、あのいつもと違った中田あさこの曲を CD でだけ聴けると思います。あんまりライブをやらないと思います。そして23日は、ここいよぎチャイナスクエアさんで、中田反省会2015今夜も今年もやらかしてごめんなさい説教色会ボリューム2という、ワンマン高野祭のようなイベントが夜ございまして、こちらね、私が1年間ですね、あのいろんな粗相をやらかしまして、あのみんながいろんな、ね、ツッコミ と、知った激励をいただいて、1年間やってきたんですけれども、またねダメだったなお前っていうあの振り返るコーナーに反省会になっております。本当はね、虹の誘惑っていうね3曲入りの CD を750枚完売するって言ったのにっていうもう枚数すら言ってない今状態になっててね、あの目標を達成できねえのかっていうね、お怒りをね、あの真摯に受け止める企画です。はい、ということでこちらもあと3席ぐらいで終わりですので、はい、ぜひぜひお待ちしております。はい、はい、イエーイ。はい、あ、そうだ、ちなみに、はい、ヨギチャイナスクエアさんで私12月18日、はい、そして1月16日17
16日ライブがあります。詳しくはブログをチェックしてください。あと12月18日はあと3席で完売です。はい、ぜひぜひ遊びに来てください。トリです。イエイ。はい、はい、というか、最後にほいプレゼント抽選ですね。あ、はい、欲しい人いるの、はい、あのたくさんね、あの、はい、そうです、あのね、最初ね、ほら最初の CD が、あ、それはすごいいいことです。素晴らしい、スケッチブックはね、なんてお得な、うん、あ、ここではちょっとね、全部あの紙も全部ですね、はい、あのこれを拒否する、これだけ拒否するってわけにはいきませんから、皆さん、ね、全部セットですから我慢してもらってください。粘土は会場の、粘土は会場の、それは裏抽選か、裏抽選か、なるほどね、みんないらない顔してはい、誰もいらない。ちょっと人数で割って、強制的に。そう、もう一人一個ノルマみたいな。あのちっちゃいあれ、排泄物。じゃあ、はい。抽選番号ね。はい。はい。あ、私が引いていいんですか？すいません。じゃあ、選ばせていただきます。はい。抽選。じゃらら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 じゃーん。誰でしょう？こっち向けて。スレイヤさん、スレイヤさん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう、おめでとうなのか、ご愁傷様なのか。はい、こちらプレゼントをお送りしますので、クラブパルヘジャーのツイッターアカウントのフォローを待って DM で送付先をご連絡ください。はい、それでは番組をご覧いただき、タイムラインにコメントいただいた皆様をご紹介したいと思います。こちらを、ね、全部出しまして、はいはい、あ、なるほど、はい、そうです、いっぱいね、今日ね、見てくださった皆さんを、ね、皆様ありがとうございます。読んでいきましょう。はい、はい、あ、こっちまた、あ、まあ、そうだ、なんか少ないなと思ったけど、はい、こっちまた、はい、あ、じゃあ、じゃあ、うん、はい、はい、いきます、はい、開いていきます、はい、はい、ひろあき斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。高木節夫さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。カブカブさん、ありがとうございます。ありがとう。マンダムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ？これ、パルヘチアさんになってますけど。ありがとうございました。はい。藤丸さん、ありがとうございます。ヒデリンさん、ありがとうございます。マッチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。マッチさん、ありがとうございます。はい。アスポン、ありがとうございます。中田あさこってなってますけど、ありがとうございます。はい、ピオノさん、ありがとうございます。宗次郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒロさん、ありがとう。ありがとうございます。はい、トシさん、ありがとうございます。博士太郎さん、ありがとうございます。ありがとう。スジパンさん、ありがとうございます。ムツゴロさん、ありがとうございます。ありがとう、ムツゴロさん。はい、そして岡田あかねちゃん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、皆様、はい、ご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで、それでは最後にですね、はい、番組をご覧いただいた視聴者の皆様にあかねちゃんから一言、ね、あの飲んで失礼しました。はい、はい、岡田あかね、今日はとっても楽しかったです。この後飲みたいと思います。この後、この後、この後ゆっくり飲みたいと思います。どんな、見てくれた皆さん、ありがとうございます。またあの出禁にならなければ呼んでいただけると思うので、呼ばれなかったら出禁になったんだなということで許してください。また出られるように頑張っていこうと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。番組の告知を、はいはい、じゃあ、この番組クラブパルヘジアは毎週火曜日夜8時から西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアさんにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円となっております。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。はい、パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタン、ツイッターを押してください。どっちだ？右斜め下、こっちですかね。こっちですね。押してください。うん、
そしてあとチャンネル登録もお願いします。こっちかな、そこのあれかな、お願いします。はい。そして来週のゲストは滝沢ひとみさん、滝沢さとみさん、鈴木ゆりえさんとなっております。そして MC は第2火曜日担当の今泉せりなさん、はい、です。お楽しみに。はい。それではね、あのいつものポーズでお別れです。はい、右手が棒、棒、はい、左手が輪っかで、これで P を作ってください。P、あ、P、はい、そして私が今週もありがとうございました、来週もというので、その後に続けてカメラに向かってクラブパルヘジアと言いながら、この手を前に出して大丈夫でしょうか。はい、それでは準備は大丈夫ですかね。いきますよ。今週もありがとうございました、来週もクラブパルヘジア。